はい、ということで皆さんこんにちは、パクセイレンでございますけれども、本日来ておりますのは山陽新幹線の新山口駅を、ちょうど N700S ですね、東京からののぞみ号が通過していくところ。はい、多分300キロ出てるんじゃないですか。それはいいんだけど、本日はほぼ最長服切符の旅第23日目、もう袋も10日目に入りました。もう両手の指を全部使わないとね、数えきれない、それぐらいの日数、もう稚内を立ってから立っているわけです。今ダジャレじゃないですからね、言っときますけど、まあそんなわけなんですけれども、本日はね、九州方面まで一気に進めていきたいと思います。これから目指しますのは、九州で初めて政令指定都市になりました北九州市小倉、ここから山陽新幹線こだま号に乗っていきたいと思います。で、この山陽新幹線こだま号っていうのはね、基本的に使われている車両は2種類ということになっておりまして、1つがこの間ご紹介しました500系新幹線、かつて時速300キロで東京博多間のぞみ号として運行し、で現在でも JR 西日本の看板として活躍しているそのような車両、そしてもう1つが2001年にデビューをしました700系7000番台光レールスターです。こちらは500系と違い、最高時速は285キロで東海道区間に入るということはありませんでしたけれども、しかしオフィスシートやコンパートメントといったなかなか特徴的な設備を備えている、そのような新幹線として知られています。では、この間ね、こだま号として500系紹介したばっかなんで、じゃあ今日はもう一つの方、まあこだま号のもう一つの車両ですね、700系7000番台光レールスター、まあ今日は光レールスターとしてはなく、こだまとしてですけれども、こだま号として、この700系7000番台を皆さんにご紹介したいと思います。よろしくお願いします。ホーム上がってきました。向かい側のホームには鹿児島中央からかな、桜号の新大阪行きがちょうど出発をしていくところです。もともと2011年に九州新幹線が博多までやってくる前っていうのは、まあ山陽新幹線内でいうところの、まあ、東海道でいう光号みたいな役割はその光レールスターが担っていました。新大阪を出発し、新神戸、姫路、岡山、福山、広島、新山口、小倉、博多、まあ、このような停車駅で停車していく、それが光レールスターだったわけです。しかしそれが2011年に九州新幹線が博多、鹿児島中央間で全通すると、そのような光号の役割は基本的にあの桜号に譲られて、そして光レールスターは年を追うごとに少しずつ本数を減らしてきました。現在では1日に運転されている光号のうち大半が岡山から東京方面に直通します16両編成のもので、元からの8両編成の光号、まあ、かつて JR 初期にはウエスト光とかなんとか呼ばれてたわけですけれども、そういった新幹線に関してはもう現在ほとんど運転されていません。僕が以前乗ったあの光592号だったかな、あの博多から新大阪まで行く早朝の光号、あの小玉みたいな速さの光号でしたけれども、あれも一応光レールスターの一つということになってはいますが、しかし非常に本数は少なく、大半が現在ではもう小玉号の運用についているという状態になっています。またこの光レールスターには現在の新幹線に通ずるもの、また光レールスターで挑戦したんだけれども、しかし実現させることが、というか普及させることができなかったもの、さまざま当時新しいとされていた設備が多数盛り込まれています。まあ、その一つが個室だったりとか、まあ、あとは、まあ、あんまりこれ知ってる人いないんじゃないかと思うんですけど、サイレンスカーっていうね、まあ、あのこの車両の中では皆さん静かにしてくださいっていう、まあ、そういう車両も新しく設けられたりしました。まあ、あとは一番前と後ろの座席って結構テーブルでかかったりするんですけれども、まあ、それを最初にやったのも700系、この光レールスターです。そこを、ね、指定席オフィスシートという、まあ、特別扱いの座席にすることによって、大きいテーブルでパソコン仕事をしたい人はこの座席を使ってくださいねというふうにやったわけです。まあ、現在ではそれはもうなくて、もうなんか今特大荷物スペースとか言ってますからね、なんでそういったものは普及しておりませんし、それからコンセントに関しても窓側、まあ、それから現在の N700S などに関しては全席に配備されています。でまたサイレンスカーに関して もうお客さん その、まあ、マナーの問題ですからね、廃止され、また個室に関してはもう今も昔も、まあ、昔100系とかに繋がってたことがありましたけれども、しかし現状はこの700系7000番台が最後の個室を連結した新幹線ということになっています。そろそろ来るかな。ただ2011年まで山陽新幹線新大阪博多間で光号として活躍していたこの光レールスターと、それから現在実質的な光号として山陽新幹線内で活躍しております桜号の決定的な違いはグリーン車があるかないかです。あの桜号、それからまあみずほもそうなんですが、九州新幹線に直通する8両編成の N700 系の場合、あれはですね、6号車の、新大阪より搬出がグリーン車ということになっています。この間往路でご紹介したばっかですけどね。なんですけれども、しかしこの700系に関してはそれがありません。全部普通車、まあ、しかし普通車に関しても自由席は3列プラス2列の、まあ、割と普通の座席なんですが、しかし指定席に関しては、まあ、個室もそうですが2列プラス2列の比較的ゆったりとした座席、それが設けられています。
現在の山陽九州新幹線の N700 系8両編成も1号車から3号車は2列プラス3列なんだけれども、しかし4号車から8号車に関しては普通車であっても2列プラス2列ということになっておりますので、まあそういう意味では現在の山陽九州新幹線の8両編成の N700 系のその父とも呼べるような存在なんじゃないかなと思います。まあ、どっちかっていうと8両編成の0系のウエスト光とかね、まあ、あっちの方が元祖なんじゃないかといえば、まあ、それはそうなんですけど、僕はその時代知らないんで、この山陽新幹線と航空機の対決の事情なんかもありましたから、そういった意味では山陽新幹線の歴史の中でも、まあ、かなり快適性を追い求めた、それがこの700系7000番台になるんじゃないかなと思います。僕が初めて乗ったのは幼稚園の時でしたね。まだ弟がベビーカーに乗ってた頃です。姫路から新神戸まで使いました。その時はまだレールスターでしたね。このロゴもかっこいいもんです。現在16両編成の700系忘れて引退していますが、現在でも8両編成に関してはこのように現役です。結構降りるな。車内はおおよそこんな感じになっています。2列プラス3列の座席、まあ、シートピッチとかも普通の N700 系などと変わりません。座席の端っこのテーブルはこんな感じの小型のものになっていて、あの首都圏の2階建てグリーン車、あれに似てるのかなと思います。自由席はこんな感じの2列プラス3列ですが、これが指定席になるとどうなるかと言いますと、おお、8両か。こんな感じになりまして、4号車から8号車に関してはこのような2列プラス2列の座席が並びます。列車によっては7号車から8号車、この2両に関しても自由席として開放されますので、同じ1両の1編成の小玉号の中でも座席が、ね、2列プラス2列の自由席と2列プラス3列の自由席が存在したりとか、まあ、いろいろあるんですが、もうこんな感じで指定席号車に関しては2列プラス2列の座席になっています。テーブルも指定席の方は結構大きいですよね。またこちらはテーブルが大きいだけではなく、ここに見えにくいな、パソコン用のコンセントも備わっていますので、これがいわゆるオフィスシートとして光レールスターとして運行されるときには使われていました。小玉号では多分ないんじゃないかな、オフィスシートの設定は。まあでもこの動画が出てる頃にはもうオフィスシートの設定もなくなっているはずです。今年2022年9月30日をもってオフィスシートの設定はなくなりました。新山口駅の発車メロディーは銀河鉄道39。少し前までは全列車電車の駅でしか流していなかったんですが、現在では姫路やそれから新山口といったのぞみ号が一部でも停車する駅にはもうこのように使われています。 N700 系とかと比べて窓はちょっと低めの位置に設定されているのが特徴。時刻11時27分になりまして、こだま841号は新山口の駅を発車していきます。GT を使ってんじゃないかな、これ多分モーターは。昔は光レールスターとして500系のぞみとともに山陽新幹線の花として活躍していたわけですが、もう現在では基本的にこだま号の運用ばかり、まあ、たまにね臨時で光レールスターとかあるんですけど、でもそういうのももう夏休みとかゴールデンウィークの本当に再繁忙期にしか運転されていません。かなり貴重な存在になっています。こちらには車内のご案内、1号車から8号車まで全ての車両が指定席、指定席じゃないわ、普通車です。こんな感じで N700 系はね喫煙ルームがあるんですけれども、この700系光レールスターに関しては喫煙ルームはありません。8号車の最も乗務椅子より一番新大阪寄りには4室だけのコンパートメントもあります。小玉号でも一部コンパートメントは使われることがありますが、この小玉841号ではこのコンパートメントを使うことはできません。確か1時間後の843号はコンパートメントが使えたんじゃなかったかな。またこちらには公衆電話スペースもあります。もう現在ではこんな感じで公衆電話のサービスは終わってますんで、一応こういう風にテレホンカードの機械とそれから公衆電話自体はあるんですけれども、もう使うことはできません。また今何号に乗ってるよっていうことを知らせるためにこういう感じの小玉841号ですというふうに
あ、じゃあ今こだま841号に乗ってるよ、あと何分で小倉に着くよみたいな、そういうことをね喋れるようになっています。自分の乗ってる列車が何号かわからないと、例えばなんか博多で待ってるけどどの列車に乗ってくるかわからないみたいな、そういうこともありますので、そういった時に備えてお客さんに今あなたが乗ってるのは何号ですよと、そういうことが表示できるようなディスプレイがあるわけです。これ確か500系にもありましたよね、ちょっと覚えてないけど、確か500系とそれから300系にもあったんじゃなかったかな。すいません、僕300系乗ったことないんでわかんないんですけど、もしあったらすいませんコメント欄で教えていただけると幸いです。他にどの新幹線についてたのか、もしご存知の方がいたらね教えていただきたいですね。なんだ、700系のね16連にも確かこれあった気がします。 N700 はさすがにないですけどね。てか、おお待て、これ N700 あれじゃないですか、あのラージ A 改造される前の純正の N700 ですよ。珍しいね、もう今この時代にこれを見るとは。これが引けるレールスターの4号車から8号車の普通車の座席になります。まあ、以前この座席についてはご紹介してますんで、詳しくここで紹介することはやめますが、しかしこんな感じで肘掛けは大型化されているほか、座席の幅もかなりゆったりとしています。しかしあくまでこれは普通車なので座席の幅は結構広いんですけれども、しかしシートピッチに関しては通常の普通車と同じになっています。まあ、それでも十分快適ですけどね。座席の前のところには背面テーブルもしっかりと装備されています。で、まあその例の個室というのがこれですね。おー、すごい。一応乗ることはできないんですけど、開放はされてるんだ。おー、いいな。この列車多分博多ついてから博多南まで行くんじゃないかと思いますんで、博多南線内ではもしかしたらここも乗車券とそれから特急券合計300円で乗ることができるようになっているかもしれません。リクライニングは一応できるみたいですけど、ただ座席が後ろに倒れるとかいうわけではなく、この背面が前にせり出して、そしてまたそれと連動してこの座面も前に出てくる、そのような形のリクライニングとなります。成田エクスプレスの2号3系で使っていたあのグリーン個室、前に僕スノーモンキーで乗りましたけれども、それのまあグリーン個室に似てるのかなと思います。テーブルもかなり大型ですし、それからコンセントもしっかりあります。え、峰線死んでんの今。あ、なるほど、線路工事か。こんな感じの構造になっております。新幹線の中で会議をしたいという場合にはここを使えば、まあ完全な個室というわけではないんで、上は空いているからね、大声を出せば周りに漏れてしまうんで、ある程度の配慮は必要だと思いますが、しかしある程度のプライベートは確保することができますので、こんな感じで、まあ人数分じゃないわ、3人分以上の乗車券、特急券が必要だったんじゃないかな。まあそういう感じでこういう個室を利用することもできます。さあ列車は阿佐に到着です。阿佐駅は山陽新幹線が博多まで全通してからしばらく経ってからね、地元からの要請によって建設された、いわゆる西岸駅と呼ばれるようなところ。まあそのため基本的にこの駅に16両編成の新幹線がやってくるということはありません。止まるのは小玉号のみ。また停車する新幹線も700系はありません。基本的には500系とそれからこの光レールスター用の7000番台しか来ませんね。いやでもやっぱりこうしてみるとこの塗装がね全然違いますんで、16両のやつとは。だからなんか本当に16両編成のね、白地に青帯を2本巻いた16両編成の東海道山陽仕様の700系と同じ形式なのかということが個人的にはすごく不思議です。いやまあ本当に同じ形式なんですけど、ここまで塗装が違うと同じ顔とは見れないよな。2列プラス3列の普通車自由席はこんな感じ。まあこれでも十分快適です。まあ普通ですけどね、そんなになんか変わり映えはしませんけれど、でもまあ新幹線では普通車は2列プラス3列っていうのがまあデフォルトなんで、これでも十分快適です。列車は朝を出発。この朝は山陽小野田市というところにあるわけなんですけれども、この朝は1988年だったかな、それくらいに JR になってからすぐに作られたそういう西岸駅です。もともとこの場所に新幹線の駅はなかったわけですね。まあ、もちろん在来線の朝駅はあったんですけど、しかし新幹線の駅はありませんでしたので、この通過線と対比線の間にはそのここに朝駅がなかった頃のその擁壁っていうのかな、その防音壁が現在でも残されています。だからこれがねあるかないかで、この駅が昔からあった駅なのか、それとも新幹線ができた後に作られた駅なのかということが分かります。三河安城とかそれから本庄早稲田にもこういう感じの破策残ってますよね。自由席 この一番後ろのところにはこんな感じでテーブル、これでもかなり小型ですけれども、テーブルがちゃんと3つポンポンポンと備わっています。何回見てもこれが首都圏の普通列車グリーン車の
一番前の座席のところについているテーブルにしか見えないのは僕だけでしょうか。対面テーブルに関してはこれは多分ね、普通車指定席のものと変わらないんじゃないかなと思うんですよね。この厚みとかそれから大きさとか、まあ僕の手がだいたい 1,2,3 まあ4個分ぐらい入るぐらいの大きさはあるんじゃないかなと思います。そこまで大きくはありませんが、でもまあこれでも十分ですよね。今の L700 系とかのテーブルが大きすぎるだけです。座席の下のところに関してはこんな感じでしっかり空いておりますので、このところに足を突っ込んで快適に過ごすこともできます。まあこれだけあれば十分快適な設備といえますよね。さあ到着しました。この駅が新下関になります。本州最西端の新幹線駅であり、また本州最先端の自治体がこの山口県下関市になります。ここでもまた後ろからの対比をやるのかな、ちょっと分かりませんけども、こっから博多方面を見ますと、もうすでにこの先にあります新関門トンネルが見えています。あのトンネルを抜けると九州福岡県北九州市は小倉駅に到着することになります。まあすぐではないですけどね。この駅のすぐ脇にこうやってトンネルがある感じ、なんかあれですね、上毛高原とか越後湯沢見があります。駅の周辺がめちゃくちゃ都市開発されていること以外は。この山陽新幹線は東海道新幹線ほどに収益性がいいわけではないし、また大阪伊丹空港から福岡空港までの航空路線との競合というのもありました。その関係で JAL がね、のぞみへ先に行ってるねなんて、あんな舐め腐った CM 打ってるわけで、まあ舐め腐ったとか言っちゃいけないわ、あんな挑戦的な CM をね JR に対して打ったわけですが、それの対抗策として JR 西日本がデビューさせたのがウエスト光でした。そしてそのウエスト光の上位互換として登場したのがこの2001年デビューの光レールスターなわけです。この光レールスターは先ほども言いましたけれども、そのウエスト光の伝統を受け継ぎながら、かつ新しい要素も取り入れたりなどして、まあ、個人的にはね、山陽新幹線で一番面白いのはこの車両だと思っているんですが、そんな感じで500系と並び山陽新幹線のエース車両として活躍をしました。現在ではその座はね、700系7000番台8000番台の水穂号それから桜号に受け継がれているわけですけれども、まあ、しかし山陽新幹線 の、まあその豪華なイメージを作ったのは、まあ、間違いなくウエスト光とそれからの光レールスターということができます。まあ、基礎を作ったのがウエスト光で、この山陽新幹線のイメージを確立したのが500系とそれからこの光レールスターなんじゃないかなと個人的に思います。新下関の次の停車駅が小倉です。こんな感じで次は小倉、まあ、この文字が上から降りてくるのがこの光レールスターの一つの特徴なんじゃないでしょうか。他にこういう感じで駅名が表示される新幹線ってなかなかないですよね。僕はこの光レールスターしか知りません。列車は九州に上陸しまして北九州市小倉駅に到着。この小倉博多間は JR 九州鹿児島本線の特急列車とそれから JR 西日本の山陽新幹線が競合しているところであり、まあ、最近ちょっとね、JR 九州の特急列車に関しては、まあ、ちょっと値上がりをしてしまったんですけれども、しかしこの区間では新幹線と特急列車がお互いに協力しながら、まあ、そしてライバルとしてこの博多小倉間で多くのお客さんを輸送しています。ほろほろこんな感じでこの小倉から自由席に乗って博多へ向かうお客さん多いでしょ。ということで小倉に到着。小倉博多間の需要というのは在来線にしろ新幹線にしろ非常に大きいので、この小倉博多間のみ新幹線を利用するというお客さんも少なくはありません。いいモーター音だ、いいね。さあということで今回は山陽新幹線こだま号として主力で活躍をしております700系7000番台レールスターについて皆さんにご紹介をしてまいりました。16両編成の700系の方はもうすでに引退しておりますので、もうそろそろねこっちも危ないんじゃないかと思うんですよね。まあ今のうちに乗っといて損はない車両だと思いますから、皆さんもぜひ一度乗りに行ってみてはいかがでしょうか。まあ、特にね夏休みとかゴールデンウィークには臨時の光レールスター停車駅が少ないタイプのねレールスターが運転されることもありますし、ごく稀にですけど僕も遭遇したことはないんですけどね、のぞみ号の代走としていわゆるのぞみレールスターと呼ばれる列車に充当されることもあります。皆さんもぜひね一度この車両は乗る価値があるものだと思いますので試してみてください。それでは今回の動画はここまで。ご視聴くださいましてありがとうございました。いよいよクライマックスですよ。九州編にこれから突入していくことになります。